皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、底見えコスメリピ買いコスメ紹介ということでやっていきたいと思います。はい、めったにできない企画ですが、底見えコスメが久しぶりに集まってきたので紹介していきたいと思います。まあ普段から動画でよく出てきているアイテムではあるんですけど、もうすごい好きなコスメでも底見えって全然できないので、もう超気に入りということで動画を見ていただければと思います。はい、それでは早速スタート。はい、それでは一つ目の底見えアイテムがこちらです。じゃん、ナズのライトリフレクティングセッティングパウダープレストです。底見え具合はこんな感じになってます。まだまだ使えますけどね。もう私の動画でも何回も紹介しているので説明ももうね、何の目だよっていう感じなんですけれども、とにかく肌表面をサラサラにして水崩れを防いでくれるようなフェイスパウダーです。粒子が本当に細かくて指でこう取っても全然取れないんですよね。ちょっと白くはなってると思うんですけど、なんかもさってついてないですよね。手の甲とかに塗っても、まあ、サラサラにはなるんですけど、パッと見何も変わらないっていうようなフェイスパウダーなんですけど、その塗ってもほとんど見た目に変わらず質感もそんなに変わらないっていうところがすごく好きなポイントになってます。ちょっと塗ってみますね。ブラシに取るとちょっとブラシが白っぽくはなるのでついてはいるんですけど、今結構肌ツヤツヤですよね。で塗ると多分さっきほどツヤはちょっと落ち着くかなと思います。でもそんなに変わらないんですよ。はい、まあ塗ってない方で塗った方なんですけど、塗ってない方のツヤがこんな感じで光と結構集めてますよね。で塗るとこんな感じです。わかりますかね、このツヤっぽいのが残ってるんですけど、ちょっと控えめになって肌も本当にサラサラしてます。サラサラに仕上げられるフェイスパウダーは今もうたくさんあるんですけど、どうしてもサラサラに仕上げるって肌の質感がちょっとマットによる場合が多いんですよ。まあナーズももちろんちょっとマットにはなるんですけど、ここまで塗った感もなく肌のベタつきを抑えてくれるパウダーって特別だなと思ってて、私的にはなんでついついよく使ってここまで減ってますね。まあ本当有名なアイテムなんですけど、私もこれはおすすめ皆さんにしたいフェイスパウダーです。特にねマスク今ベースメイクつくの防ぎたいと思うので、そういう場合にもおすすめだし、夏って冬よりも皮脂ペタッと出てくると思うので、夏だけ使うっていうのもとってもおすすめです。で肌が乾燥するっていう意見も、まあ、ちょこちょこあるんですけど、なんか意外と敏感肌の方でも使えたっていうコメントもあったりとか、脂性肌で使えたけど、まあ、ちょっとテカるって方もいたりとか、それぞれの意見があるんですけど、比較的オールマイティな肌質の方から愛されてるような気がします。デメリットとしてはサラサラすぎて濡れてるのかどうかわからないっていう意見があって、確かにそれもわかるんですよ。結構パウダーがこうギュッて固められてるので、なんで使うブラシは私はだいたいこの6プラスのセットになってるやつのその中の1個を使っているんですけど、スカスカなブラシじゃなくって結構みっしりと毛が生えていて、ちょっと腰のあるようなブラシの方が取って塗りやすいなって思います。こうしなりすぎない感じのものがおすすめです。はい、続いてのアイテムこちらです。これ意外ですかね、そうでもないかな。イプサのアイブロウクリエイティブパレット、はい、ちょっとだけ底見えしてます。意外だったかなっていう気もしますが、これ好きですね。アイブロウパウダーってプチプラとデパコスでどう違うんだろうっていう印象が結構あるくらいに、本当にプチプラももう優秀だし、なんとなくベースにデパコスはわかるけど眉毛にデパコスってそこまでかけるのもなみたいな感覚がねちょっとある気がするんですけど、まずこのイプサのアイブロウパレットが他と違うところとしては色が5色入ってるんですよ。で底見えはしてないんですけど、このピンクとオレンジが2つ1個のパレットに入ってるっていうのが結構大きくて、もちろんブラウンだけに仕上げることもできるし、ピンク寄りにすることもできるし、オレンジ寄りにすることもできるっていう、そのバリエーションの広い仕上がりがこれ1個でできるっていうのが結構ポイントです。そうなってくるとおのずと使う頻度も高くなってくるし、お値段はするんですけど、なんだかんだコスパいい、よくはないけどめっちゃ幅広く使えるっていう印象のアイブロウパウダーです。その粉質とかも好きなんですけど、それよりはこの配色と、あとまあブラシも使いやすいっていうのも結構大きいです。で今回底見えしているこの部分なんですけど、ここすっごい使いやすくて、結構私はこのノーズシャドウとかを視線だけどしっかり入れるのが好きなので、薄すぎるベージュだとちょっと物足りなさを感じてしまうんですね。だから
から他のアイブロウパウダー使っててもノーズシャドウだけこれを使ったりとかもしていて、すごいちょうどいいんですよ。漏れるのと自然なのを両立してくれるなって思います。確かにまずお金をかける場所としてアイブロウパウダーではないと思うんですけど、やっぱベースとかだと思うんですけど、個人的にはすごく使いやすくて好きなアイテムです。でブラシ使いやすいって言ったくせにちょっと違うブラシ使ってるじゃんって思うかもしれないんですけど、とりあえず別のブラシで仕上げておいて、出番があるのが後半の方なんですよ。まあ、ちょっと仮なんですけども、こっち仕上がったとするじゃないですか。で例えばちょっとこっち書いてないですけど、こっちと比べてあここ足りないなって思った時に使えるのがこの付属のブラシで、私よく使うのがこのこういうタイプのこっちの方なんですけど、意外とこういう細かいのって付属のやつがやりやすくて、あここ足りないって思ったとこにシュッとすごく綺麗に足せるのが良くて使いやすいなと思います。こんな感じです。でさっき使いやすいって言った薄いベージュなんですけど、それはこういう筒みたいなブラシが持ってるとやりやすくて、まあ、ここのぼかしも綺麗にできるし、その後のぼかしもですけど、ここですね、ここに入れるのがすごく私の肌と理想に合っていて、他のやつでもできないことは全然ないんですけど、ちょうどいいなって思います。はい、こんな感じですね。こっちだけ今入れてます。はい、なのでまとめると、これは配色が絶妙なところ、ブラシが使いやすいところ、このベージュの色がノーズシャドウにぴったりだっていう箇所が底見えの理由になってます。でついでにもう一つ、これなくなって何度も買ってるっていうアイテム、まあ底見えみたいなアイテム、こちらレジャブのアイブロウマスカーの3番ウォームです。これも意外とどうだ、3本ぐらいは全然もうリピートしてると思います。色味はこんな感じでちょっと温かみのあるようなブラウンをしています。でこの色がすごくちょうどよくって、赤みとかピンク眉になるわけじゃないんですけど、ブラウン眉の中でもすごく私が合わせやすいなって思う色で、こう柔らかい感じの印象に仕上げてくれます。ブラシが極細なのですごく塗りやすいっていうのがまず一つポイントで、はい、よくリピートしていますね。あと色も結構しっかりついてくれて、パリッともしないし、ちょうどいい感じでこの眉に色をつけてくれるところもとてもお気に入りです。はい、こんな感じで今塗ってある方とビフォーのですね。でデジャブのアイブロウマスカラは単体でショート動画で一回紹介したんですよ、リピ買いコスメみたいな感じで。でその時にコメントに結構あって、私的にあそうかもって思ったこととしては、ちょっとなくなるのが早いんですよ。こう使ってるからなくなってるっていうのには間違いないんですけど、まあ1個800円ぐらいなので値段は全然手届くと思うんですけど、コスパがいいかっていうと意外とそうでもないかもみたいなところはちょっとあるかもしれません。ただ本当に使いやすいです。ウォームだけ私は3、4本ぐらいリピートしてるかな。はい、次ですね、デジャブと同じ感じで底見えの証拠はないんですけど、なくなってリピート買いしたもの、こちらミュードのマスカラです。これ2本目なんですけど、1個もうなくなってカスカスになっちゃったので買いました。こんな感じ、ブラシはちょっとちっちゃめではあるんですけど、特別細いとか変わってるってわけではないです。で色はブラウンでこんな感じです、まあ、割と自然な感じのブラウンですよね。飛び抜けてなんかがいいってよりかは、なんか全てのポイントにおいて平均点が全体的に高い、バランスのいいマスカラっていうのでよく使ってしまいます。私が持ってるマスカラの中で一番ではないんですけど、カードキープ力も良くて、で塗り心地がとっても軽くて繊細な仕上がりになって、でお湯とか石鹸では落ちないけど、まあそんなにクレンジングも苦戦しないみたいな、デイリーに本当に個人的にぴったりだなと思ってるマスカラです。なので用途によっては今日はカールキープとかだったら違うものを使ったりするんですけど、仕上がりも綺麗だし、なんか時間が経って汚くなってくる感じもないし、目力強調できるけど強すぎなくて、本当にどんな時にも使いやすいです。なんでついつい使ってしまってなくなってまた買ってるっていう感じだとは思うんですけど、こんな感じの仕上がりですね。はい、ミュードもそうですね、2本リピートしました。最後こちらです。これは底見えしてるって言ったことある気がします。じゃん、リリミューのシアマットシェーディングベージュトーン2番です。結構底見えしてますよね。これ割とこれは買ってから使って底見えするまでの期間が早かったような気がします。まあシェーディング正直これしか使ってないっていうのが大きいんですけど、なんかものすごい肌に馴染みが一番ちょうどいい気がしてすごい好きですね。まあ、そんなに他のコスメほどシェーディングを試しているわけではないんですけど、キャンメイクとかセザンヌよりも馴染みやすいなって私は思って
思ったかもです。3色入ってるからそれが絶妙にいいんですかね。カメラだと分かりにくいかもなんですけど、肉眼だと影っぽい感じが出るのに、なんかそこの部分だけ浮いたりはしなくて、本当にちょうどいい影になってくれるなって思います。まあ完全にもう使えないくらいなくなっちゃったら、もう一個本当は使いたいんですけど、ただやっぱり新しいシェーディングも試したいなっていう気持ちもあるので、ちょっとね開拓しようかなとは思ってるんですが、今まで使ったことのあるシェーディングの中では一番好きですね。10個ぐらいはあるかなっていう気がします。まとめると、本当に肌なじみの良さが一番いいなと思って、ぴったりだなと思って底見えしたアイテムです。はい、ということで本日は底見えコスメ、リピ買いコスメのご紹介ということで動画を撮ってみました。普段の動画で紹介しているものばっかりだったとは思うんですけど、底見えは本当にしないので、多分この企画ももう美容系 YouTuber でいる間に何回できるだろうかっていうくらいの企画なんですけど、ご参考になれば嬉しいです。皆さんだとどうでしょうか、底見えしてるお気に入りのアイテムがあればぜひ教えてください。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。